はい、こんにちは、田村です。はい、いよいよ6月に入りましたね。水田の作業はというとですね、田んぼのあぜの草刈りと、まあメインはこの田んぼの中の除草ですね。はーい、ちょっと入ってきますけども、こういうふうにね、草がいるわけです。これをね、除草機で、除草していくような感じになります。この田んぼは、岩手亀の1号の、田んぼになります。今年は2枚田んぼやってますので、こっちはちょっとまた、離れてるところの田んぼで、環境も水の回り方も違うので、ちょっと見に来ましたので、はい、生育確認をしていきたいと思います。上から2週間ちょっと経ちまして、稲もだいぶ活着してきました。あと水は冷たいです。はい。で、除草入りましたので、ちょっとね、せっかくちょっとかわいそうですけど、今こういうような状態ですね。あまり崩したくありませんが。で、ここから6月のね、分血期に入っていくわけですけども、はい、亀のはね、あまり、亀の系統はあまり分血をしない系統の種類になりますので、本数多く田植えしています。はい。あと、株と株のね、間にこう、草とかがね、茂ってくると萎縮してしまうので、なるべくね、生えていきたいなと思ってます。生育は今のところ、まあ去年と遜色なく普通かなというところです。まあ1ヶ月経ってからまた株張りがね、良くなってくるのかなと思ってます。あと、かましただけでも、草の種とか草がね、できますね。で、今年の亀のですが、坪70株。で、かき取り本数も多め。で、深さは標準ぐらい。で、水深を低くして、中間ぐらいに、食べをした感じです。はい。で、活着も早くてですね、水温が高かったせいか、5月の水温が高かったせいか、活着も良かったんですが、松からこうやってね、風も強く、冷たい風だったりとかもするので、水もね、ある程度張ってます。で、岩手亀のつか亀の系統は2号機以降がこうビューンとこう伸びるので、上痛みもね、結構、なんていうんですかね、高さが出る分、面積、当たる面積も大きいので、で、痛みも結構、激しめに見えるので、なるべくこうやって深水で、今のところ管理してます。というような感じですかね。まあ、6月中の除草の管理が、今年のお米の収量に関わってきます。あとは、それだけじゃなくて、まあ、環境にもよるんですけども、日照だったりとか、あとは、水温だったりとか、関係してきますので、今年は特に風の強い年ですので、水なじりちょっと高めにして、で、水もちょっとは、多く張るようにはしています。風でどうしてもね、揺られることによって生育ちょっとね、緩やかにして、なってしまうので、で、まあ、水も大きく張って、大きくつか深めに張って、水温をちょっとね、高くしたいなっていう希望もあります。はい。ね、田んぼ、結構な点在の仕方してますけども、まあ、ゆっくり、一枚一枚見て回って、全部見て回るのが、大体2時間ぐらいかかりますかね。はい。ただこれもね、6月、7月、
5、6、7か。この3ヶ月頑張ればいいだけの話なので、毎年それを徹底してやってます。まあ思い通りにいかないことも多々ありますけども、まあね、お米が取れることを祈って、自分ができることを、無理なくやっていきたいなと思います。はい。6月1日の岩手亀農の補助からでした。はい、ありがとうございます。